1分プレゼンのコーナーがありました。囲碁についてのなんかトピックをね、そう毎回見せてくるんですよ、こうフリップで手書きでね用意して、そう私がね頑張ったのは、ちょっと録画して残ってるよって方は見てほしいんだけど、ワオキツネザルを描いたんですよイラストを描いてて、囲碁がマダガスカルでも楽しまれてるんだよっていうことを表すために、ちょっとワオキツネザルマダガスカル島に多分主に生息してる。なんか骸骨のエフェクトありがとう、エフェクトっていうかギフトありがとうそう書いたんですけど、あのイラスト力作になっているので見てください。囲碁のしすぎで白くなったとか、白黒はっきりさせようって思ったら黒じゃなくて白の方に寄っちゃった、そうかなイエイ。あ、活躍の回やった、嬉しい。あ、ストーリーズ見てます、ありがとう。図までつけるのがちゃんとなんか私のあれっぽいね、フィールドっぽいねインスタのストーリーでね、質問募集しかの仕方があって、なんか私それ全然わかんなくてさ、わからなすぎて一旦勢いで募集かけてみたものの、合ってるかわかんなくて検索し直して、あ、合ってそうって思ってそのまま質問答えたんだけど、そう全部自分で書いてるよマダガスカル石意外と取れんけん、そうそう番組のねポイントで、つるちゃん先生そう鶴山敦史先生のね、フリップでドーンって出てくる囲碁のポイントっていうのがあるんだけど、そうそれがねなかなか面白いので見てほしいですね。みんなマダガスカルに反応しすぎだってみんなマダガスカル反応しすぎじゃないかい。ギリ来てるシリーズ、あ、それあれですね、コンサート3日目終わってから夜中に投稿したやつですね多分コンサートのそう、ドラさんでさ写真撮ったんだけど、集合写真ドラさんの、そう今のメンバーの9人で撮ったらさ、そうアンコールの衣装で撮って、コンサートのね上が T シャツで下がみんななんていうの、なんていうのショーパンなんですよ。それがさT シャツでさT シャツでさめっちゃ隠れてギリ見えてるぐらいになっててこれおもろって思って載せちゃったね。ツイートするほどのでもないしっていう。ねえ、囲碁の番組ストーリーズ発信してください、入ってますよ。そうそう T シャツ大きかった、いやショーパンが短かったんじゃないかなわかんないけど、いや T シャツインしてもさなんか出てくるゆるくてだから必然的にワカメちゃんみたいな状態になっちゃってさ、そうドラさんでねみんな写真撮ろうって言って、でもドラさんのドラさんたるところ全然集まらないの全然集まらなくて、みんなあっちこっち行ってるから揃わなくてさ、そうもうみんなメンバーさんコンサート終わって着替えててして、もうその中で最後に集まってやっとの思いで撮りましたよあ、
そうそうそう、まあ、武道館コンサートの話とか、なんかもう趣味時の話とかね、いろいろあるんですけどね、いろいろ話したいね。これもう8分経っちゃったよそう、コンサートね、どうでしたか皆さん。今リクアワの話で花道でわちゃわちゃしてたんで、そうそうそう、あのリクエストアワーって言えばさ、ひな壇でみんなメンバーが今披露してる曲をさ、後ろで見てるのは結構醍醐味というか、そういうの見て楽しむ方も多いでしょ。メンバーもさ、もちろんその前でパフォーマンスしてるメンバー曲こう、あの見られることがすごく何重要ポイントなんですよ。そう、それでね、そうひな壇っていうものまでは多分用意できなかったんだけど、せめてものっていうことで、メンバーからの要望でっていうことで用意しましたって連絡が来て、何日か前に。そう、花道から見てました、横のとこから。でもちょっと装飾があったりして、ステージのこの花道行くところにね、装飾があって、ギリ見えないかなみたいなでもね、楽しかったです。ドラさん集まんないんだよね、全然集まんないなんか違う、もはや違うフロアで写真撮ってるとか、そうなぜかいない。なんかこっちでは差し入れでもらったお菓子食べてるしそう、楽しかったです。一言ありがとう、最高だった、ありがとう。リカは超楽しかったね。楽しかった、一番さ3日間の中でお祭り感強かったよね。私もね、もう意気込みからとにかく楽しみますって言ってて、なぜかっていうとさ、それ最初始まる前の心持ちとしては出る曲数がどうしても少なくて、だからそれで実際、まあ、花道で見たりして、結局ステージ出てる時間ってまあまあ長かったけど、そうでもパフォーマンスできる時間少ないなと思って、せめて自分出る曲はこう自分的にも思い入れのあるメンバーで披露できる曲ばっかりだったから楽しもうと思ったんだけど、いやもうその意味だけじゃなくてそう、本当にね、その実際パフォーマンスの時が来たらさ、本当になんか楽しすぎて感動とかさねその瞬間のすごいハイテンションな感じとかめちゃくちゃ楽しくて、本当にとにかく楽しみますができました、達成できましたしかもその楽しさもさ、なんかこう1日目はね、終わってからすごく余韻が残ってて、自分の中でよし2日目も3日目も頑張ろう、今日はすごく楽しかったなってなったんだけど、2日目はいい意味でなんかその思い出があと引かないっていうか余韻に浸らず、もうそこでスパってさ、今日楽しかったな、お祭りだったなって言って終われて、そう楽しかったの、楽しかったしか言ってない、語尾全部楽しかったあ、そうグーのね、1日目にね、そういろんなチームから何々選抜っていうテーマがついたメンバーでね、何人かずつ出てきてやったんですけど、そう私はなんと可愛い選抜っていうことで完璧グーのねやったんです。チーム A からはエリーさんとあとゆずかと一緒に、そうグーのね、3グーのねって言ってやったんですよ。可愛かったかな、私可愛い選抜って名前ついてること知らなくてそう、あそう VR、 そう VR でね配信されててさ、今回のコンサートって、そう私がね VR 一番アピールしたポイントっていうのがあって、3日目のオープニングの2曲目3曲目重力シンパシーと言い訳メイビー、まあ、そこがもう本当にね VR のカメラがこう1、3、4台あったんだけど、固定のカメラがねあってそこめっちゃね目の前にあったのカメラが、だからめちゃくちゃこの距離でアピールしてたのでみんな VR 見てほしい、アーカイブめっちゃ残るらしいから。で本当にカメラの本当に目の前だった7番7番の目の前にカメラあったから、いや
ほーってなりました。ね、結構さ、お客さん見えて嬉しかったんだよね、思ったよりも。ね、なんかさ、他の会場のあれもなんか違うけどさ、言うのもさ、ピアアリーナとかなんか TBC ホールとかよりもさ、めちゃくちゃ見えたんだよね。ね、お客さん側からも見えやすいのかな、それは。そう。ね、私のうちわとかさ、ペンライトめっちゃかぶってるからちょっとわかんないけど、見れてよかった。あ、そう、3日目のさ、チーム曲の時の衣装がすごくで、曲に合ってません、あれ。ただいま恋愛中と、あとなんかちょっと急にっていう曲だったんですけど、そう、私はいろんなバリエーションある中だったので、ちょっと可愛い系のだったんだけど、すごいね、可愛いの。ハイテンションの衣装なのかな。そう、ベレー帽の衣装でした。でもあの時もあちあちでしたね。いくらは、そう、お客さんのさ、なんていうの、熱気もすごい伝わってきた。リクアワの日はリクアワじゃなきゃ感じられない空気感だったよね、あれは。そう、 VR 見てください。7番。客席がそびえ立っている感じ？そうなの？そびえ立っている。塔ですか？東京タワーですか？そう、ハイテンションの衣装。あ、そうそうそう、タンタンタンの3人でね、撮ったんだよ。他にもタンいたらまた撮りたいけど。どん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 さ、タンの数が増えていく。私が把握してないとか、たまたまその場にいたいとかで、タンのことね。全タンメンバーと撮りたいよね。そう、あのね、そう、セナタンとシャツナちゃんね、とあと17期の太田ゆきちゃん、ゆきたんと、そう、私ハータンでタンタンタンって撮った写真があります。ツイッターに載せたんだけどね。そう、どうでした？結構みんななんか喜んでくれて嬉しかった。そう、何番までステージですか？ステージ20番とかじゃない？あ、レミタン。レミタンってレミタンか。レミちゃんのイメージだった。そっか、みんなに、みんななんとかタンで読むかな。やば。君が思ってるよりはカメラ3でずっと映ってたって。だってみんな、見て見てね。みんなで撮りたいよ。チャケタン、チャケタンは絶対違うじゃん。リナタン。そう、17期の子みんな可愛くてさ、そう、なんかもうなんかさ、ドキドキしちゃうよね。あ、そうそう、そして18期生オーディションも発表されて、皆さんは受けますか？皆さんは皆さんは20歳以下の皆さんは受けますか？
しなきゃって、ギリギリ年齢が、うんね、そこだけね受かるように祈ってくださいはいねえそう、どんどんね一緒に頑張っていけるメンバー増えるの嬉しいよね受けられませんって人が、そっか条件が、あ迷ってますって送ってくれてる、絶対ね楽しいから私としては受けてほしいってね、ところだよねえ、あ、タンタンタン、確かになんとかタンでぜひなんとかタンメンバーを増やしていこうそうねえ、楽しいですよ活動、そう率直にね、応募迷ってる子ってどれくらいの年齢の子が多いんだろう、上限が20歳だからもう最後のチャンスに受けてくれるよって方も、あとそう小学6年生の子から受けられるのかな、そうだからあのもうね今小学生だよってことも高校もね初オーディションの子とかもいるのかな、ね楽しみ、一緒に頑張っていきたいです私は。大変なことはまあ歌ダンスのレッスンとかかなそうでもねグループ入る頃ってね、あの同期のみんなで頑張ろうという意識がすごく強くて、そのねエネルギーですごく楽しみながらできてるから、できてたからそうちょっと頑張れるかなって自信なくてもねできるよ、で11歳から20歳まですごい割とね幅あるんだね、すごいわすごいわ精神差で弾かれるかな、いや絶対本当には受けないでね、合わない人はそのあの男性の方はあの手間の分でその弾く手間の分で、あのもっとそのオーディションね本気で受けてる子たちのねあのこと書類を見てほしいからねね、先輩みんな優しいよ私先輩にさなりきれてなくてさ、未だにそう なんとかですねって大体話しかけちゃうから大丈夫、コミュ障だから、私もコミュ障の子でも大丈夫だよ、私もコミュ障だからあ確かに今小学生の子も中学生の頃にお披露目とかになるかなね、ちょうどいくらいなんじゃないのかなドラさんまとまりあったっけって、何あったよあドラさんだけで何かするっていうのはあんまりそう最初の頃なかったけど実際その名目上はなかったけど、あのみんなでレッスンしたりとか、そう地方から、まあ私も入ってるんだけど、関東と言いつつ遠いから最初の頃週末レッスンあるよって時は泊まり組だったんだけど、そうそういうので結構団結してたわよ。そう17期の子なんかさシェアハウスしてるじゃない、いいないいな、私も混ざってこようかな絶対しませんね、
私めっちゃさ先輩になりきれてないよ。もう。そう、17期の子、同い年の子が結構多くて4人かないるんだけど、あんまりまだ話せてないから話したいよ。アカイナとは仲がいいのかな？私？もちろん。もちろん。そう、ソドフト3期生、そう、もういろんなグループに同期いるしね。そういう意味でグループ内だけのくくりっていうあれじゃなかったからさ、まあ確かにそれだから同期の活動がちょっと少ないのもあったかもね。でもね、シェアハウスをテラスハウスと呼ぶな。ちゃうねん、ちゃうねん。あ、そう、コンサートのリハーサルの時に17期の子がメモしながら、そう、持ってた持ってたノートとかね。ね、そこにさ、ポジティブな内容で書いてもらえるようになりたいよね、私も。そういう意味でもさ、こう、一番下の気だったのが、気だったのがさ、こう、17期の子入ってきて、より改めて頑張ろうって、私もいい影響というか、もらったよね。ねえ、頑張りたいよ。新チームでのみんなでもパフォーマンスしたとこだし。あ、メール送れなくなりそう。送ろう。ノートは楽園に違いますからね。え、なんかさ、インスタのストーリーって全部勝手に保存されるんだけど、なんで？いらないんだけど。インスタストーリー自分が載せたやつ全部保存される。あ、じゃあ、かわいいセナタンとのツーショットをメールに送っちゃおっかな。え、びっくりした、今、インスタの通知が来た。こんばんは、コンサートになってた。私が今、コンって言った時のね、変換の第1位は、コンサートでした。第2位、こんばんはでした。確かにね、何のメモしてたんだろうって気になるところではあるよね。多分そう、学んだこととかを書いてたのかなって思うよ。だって私も学んだもん。だってもう5年目 ?4 年目にしてめちゃくちゃ学んだもん。リハーサル見てて、見ててていうか参加してて。セナタンショールームナウバイバイ。私のメールの文面です。しっかりしたメールを送れっていうとこなんですが、本日のメールはセナタンに免じて、ちょっと内容薄くてメールしてください。インスタのストーリー、あ、あれね、アカウントわかるよ。匿名なのかなとも思ったんだけど、わかるらしい。あの、その、公には出ない。私にだけ見れる。で、そっからアカウント飛んだりとかなんかできないから、ただユーザーネーム表示されるだけだね。確かにね、同い年の子とか来てくれたら嬉しいよね。でも私さ、同期の中だと今だとこう、もう最年少なんだけどさ、今の子が18歳で入ってきたらさ、割と年上の方だったりとかするのかな。意外と同期の中でさ、どこの年齢ってさ、結構こう、なんだろうな、関係性というかさ、
関わってくるじゃん。私なんてもうみんなに甘えながら生きてきたんだけど。そうね、お姉さん組だとさ、ちっちゃい子を支えなきゃっていうなるね多分。いや大変だね。そう、え、でもそう、私は年近い子がいたらたくさん仲良くなりたいし、ちょっと時間がないわ。ランキングを先に読むね。つばりんさん、ね、まさまるたん、あ、誕生日おめでとう。くさきさん、ティエルトロさん、レレーさん、石川さん、マルキーさん、ジョークスノーさん、ハラちゃん、どんぐりっこさん、あ、武道館書いてくれてありがとう。はっぱさん、ベレボー、つとちゃん、まこたん、ありがとうございます。ありがとう。たんに入ろうとしてるな。くださった方、お名前のみ残ってる部分読みます。マピーさん、ハラちゃん、あ、コメさん、ドナトさん、サングリッコさん、アルキさん、カザアキさん、マコタン、ハッパさん、シンくん、ジョークスノーさん、石川さん、ありがとうございます。ちょっと終わってしまうよ。スクショタイムでもしてください。私がしなきゃいけないじゃない。またいつか。明日も早起き頑張れ。バイバイ。楽しかったですね。なんか語り足りないから、またシュルメって言うけど、いつになるか分かりませんが、バイバイ。センキュー、センキュー、イエイ。